さあ、それでは1号艇の馬場選手中央に、他の5選手は椅子におかけください。はい、こんにちは。はい、こんにちは。トライアルセカンド1号艇で参戦になりました馬場芳也選手です。前回から今日までの過ごし方、落ち着いて臨めましたでしょうか。そうですね、はい、落ち着いてたと思います。ご自身も語っていらっしゃいますが、この2日3日の過ごし方っていうのは随分といろいろ過去学ぶものがあったようですね。まあ、はい、昨年はがセカンド初めてだったんで、うん、まあ、いろんな経験しました。はいはい、落ち着いてこの2日間は過ごせたわけですね。そうですね、はい。いろいろやる中でモーターについての手応えはどんな感じでしょう。出足型で、自分好みかなと思います。出足型で自分好み、はい、この出足の中に例えば初動の向きとかターン周りのこう押し感とかっていうのも入ってますか。まあ、初動とかに関しては、まあ、レースもしてないのでちょっとわからないですけど、出口の押し感とかは、はい、自分の好きな体感かなと思いますけどね。試運転で確かめられる、はいはい。その後の伸びにかけて直線系はどうでしょう。まあ、水準はしっかりある感じかなと思います。このトライアルセカンドの11レースに向けて今日やっておくべきこと、整理ついてますか。まあ、ちょっと気象条件もまた変わってますので、はい、まあ、しっかりとまずは回転を合わせる作業を考えて、まあ、総合的に、やっていきたいと思います。ぐっと冷えてますもんね、はいはい。あと特訓練習の中で、時計との間合い、これはどうお感じになってますか。前傾がすごい早かったんで、まあ、ちょっとその印象に引きずられてはあったんですけど、朝の特訓で少しだいぶ修正も効いてきたので、まあ、あともう一回レース間特訓でしっかり修正していきたいなと思います。賞金ランキング第2位、そしてトライアルセカンド1号艇の参戦、ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり集中して、逃げれるよう頑張ります。1号艇馬場芳也選手です。ありがとうございます。2号艇貝原優希選手です。こんにちは。こんにちは、お願いします。この1年余りこの舞台に立つことを目指して集中してやってきたんですね。いや、立つことじゃなくて、うん、取ることだけです。はい、そうですよね、はい、取ること、はい。それまでのレースインタビュー振り返ってると、レースを楽しみたいと言ってたこともありました。まあ、そういうのはあんまり考えてないです、はい。うん、ここはもう本当に勝負する舞台ですね。船足はどうでしょう。船足はいいと思います。はい、どういうふうにいいでしょうか。まあ、エンジンいいんで、まあ、全体的に伸びも出足もバランス取れてる、うん、いいと思います。はい、伸びも出足も当然行き足もそうですね、はい。その船足の良さに乗り味、操縦性っていうのは加わってますか。まあ、多分本当レースしないでその辺はちょっと分かんないんですけど、まだ今日気象条件も違うんで、はい、その辺はちょっとまだ若干把握できてないところです ね、はい。気温がガンと下がっております。さあ、時計との間合い、スタート感はどうでしょうか。まあ、毎日1本ずつぐらい切ってるんで、フライングしてるんで、まあ、その辺の修正はしないといけないなと思ってます。なるほど、はいはい。さあ、2号艇の参戦になりました、ファンの皆様に一言お願いします。はい、いいレースできるように頑張ります。お願いします。2号艇貝原優希選手です。3号艇は池田浩二選手です。こんにちは。はい、こんにちは。たくさんの声援ありがとうございます。池田選手はトライアルセカンドからの参戦が初めて、ね、はい、そうです。なんですね。何かこの過ごし方は違いましたか。いや、もうゆっくりしてました。うん、はい、いや、特に慌てることもバタバタすることも、そうですね、森田俊介選手みたいな感じでゆっくりさせてもらいました。そうですか、何やってるかよくわからないというか、はい、でも素早い調整ね、これをやります。船足的には手応えでもある程度感じるものもあるでしょ。まあ、ちょっとまだレースしてないんで何とも言えないですけど、うん、乗ってる感じはそこまでな感じはします。はい、そこまでな感じということはそこまで良くない。まあ、レースしてないんで何とも言えないですけど、うん、はい、まあ、体感的にはちょっとまだ合ってないかなっていう感じがします。あ、そうですか。じゃあ、まあ、普通ぐらいっていうふうに受け止めておいていいですかね。はい、はい。なんか特徴を出すための調整方向性を定めるようなことはやるんでしょうか。まあ、回転だけはずれないようにしていきたいと思います。うん、特訓練習でのスタート感どうだったでしょう。初日
まあ、前傾から早かったんですけど、徐々には修正できていると思います。3号艇です。ファンの皆様に一言お願いします。はい、一生懸命走ります。3号艇池田浩二選手です。ありがとうございます。4号艇は中島康平選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。初戦からしぶとく走ってきましたが、船足の手応え的にはどうですか？いや、抜群にいいと思います。抜群、はい、もう言うことない。まあ、はい、セカンド組と引きを取らない足はあると思います。これは、モーターのパワーをこう感じてるっていう受け止め方でいいですか？まあ、全体的にそうですね、はいはい。出足、生き足、伸びね、パワーがあるということです。で、操縦性、乗り心地、この点はどうでしょう？まあ、レースしっかりできているので問題ないと思います。自分の行きたいところに船も持っていける。そうですね、はい。さあ、課題ですけども、スタートのこと何回かおっしゃってます。いや、まあ、そこだけで、なんかタイミングは決まってるんですけど、はい、まだはっきり分かってないので、はい、そこはやっぱり練習特訓でしっかりと、ね、そうですね、はい、掴んでいく。当然それはスタート展示も参考になるわけですね。そうですね、はい、はい。さあ、4号艇の戦いになりました。ファンの皆様に一言お願いします。そうですね、セカンドの空気をしっかり味わいたいと思います。はい、4号艇中島康平選手です。そして5号艇平本雅之選手です。こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。秋口に思い出した笑顔はどうでしょう？はい、笑顔ちゃんと取り戻せてます。そうですか、はい、はい、いや、このトライアルファーストを抜けて、うん、この舞台に進んできたのはやっぱりその成果、おかげ、うん、まあ、はい、本当2日間しんどかったですけど、そこだけは手やさずに来ました。しんどかったのはモーターもですか？まあ、モーターもそうですし、まあ、そうですね、全体的に気持ち的に当然ね、はい、気持ちは張り詰めています。さあ、モーターなんですけども、どんな感じの傾向なんでしょうか？うん、まあ、正直展示とタイム通りあんま良くない感じはしてますね今。まあ、報道なんか見てますと、ちょっと伸びは若干上向いたかなっていうコメントも出てます。まあ、昨日のレースに関しては若干良かったようには思うんですけど、ただ2日間ちょっと調整も守りに入ってしまってたところがあったんで、まあ、今日からちょっと思い切ってやってみようかなと思ってます。攻めの調整、はい、どこかいわゆる、アクセントをつけた調整。そうですね、もういろいろ今日やってみているんで、うん、ちょっと面白いことになるかもしれないですけど、うん、はい。まあ、これはやってる最中なので、はい、ね、まあ、どっちに転ぶか分かんないんで、分かんないです、ね、そこはいろいろ探りながら、まあ、展示は参考にしていいですか？うん、はい、はい。さあ、コースどう考えてますか？まあ、主張するつもりです。主張するつもり、はい。スタート間コンセスどうでしょう？まだ練習展示とレースの誤差があるんで、そこら辺は、まあ、ファーストで走ったのをちょっと生かしていきたいと思います。5号艇の参戦、ファンの皆様に一言お願いします。気合い入れて頑張ります。5号艇平本雅之選手です。そして6号艇の参戦になります、はい、今垣幸太郎選手です。こんにちは。こんにちは。お願いします。どうしても最初に聞きたいんですけども、はい、コースは今の時点ではどう考えてますか？そうですね、まあ、昨日まではむちゃくちゃ消極的で、昨日もちょっと後悔したので、はい、まあ、まあ、ピット離れ一緒なら6コースになるとは思ってるんですけど、まあ、賞金らしい勝負したいですけど、はい、つまりコースを取りに行く意欲は持ってますよと。そうですね、ちょっと、まあ、地元の記念よりも消極的なので、はい、ちょっと賞金っぽくないなと思って、はい、そういうそのための調整はするんですか？まあ、いろいろ今のところまだプロペラも合ってないので、まあ、昨日12レース、まあ、直前でプロペラ叩いて、まあ、出足回り足がまあまあ来てたので、まあ、そういうまた、まあ、教師運転でしっかり合わせます。はい。さあ、コースのことを聞きました。スタート間今節、今ちょっとお話も出ましたけども、どういうところゾーンに、あるいはどういうスタートを切りたいと思ってますでしょうか？まあ、昨日も間よりも全然遅くて、うん、はっきり言ってスタート間は全然ないと思ってます。はい、じゃあしかしここはやっぱり勝負ですから、しっかり合わせて。そうですね、特訓でしっかり掴んで、まあ、いいスタートいきたいと思います。ね、内容の濃い、ね、スタートを全選手にやっぱり切ってもらいたいと思います。
ファンの皆様に一言お願いします。はい、まあ、最終まで諦めずに頑張ります。ご視聴お願いします。6号艇は今垣幸太郎選手です。ありがとうございます。